はい、皆様どうもどうもこんにちは、今日もですね曇り空で、私がいつも撮影するときはなんでこんなに曇っているんだろうっていうふうに思っちゃいますけれども、いよいよですね、国家試験、まあ何回国家試験の話をするんだろうって思われるかもしれないですけれども、この仕事をしているとですね、この時期がですね大変もうドキドキ緊張して、不安になる学生さんがもう本当に目に見えてわかるので、なんとかお助けできることもさすがに私はないかもしれませんけれども、たまにですねコメントなどをいただいて、その方たちがですねちょっとでも暇つぶしというか、もう今はもう特にこうすごくめちゃくちゃ詰め込んで勉強することはないと思いますので、何かですね役に立つようなことがお話しできればいいなと思って動画を作っております。はい、で今日はですね、私が、国家試験の当日とか、その前とかにですね大変お世話になった方の紹介をしたいと思います。すべてローマ字でデンタル国試っていう風に打っていただくと、その先生の、授業がですね YouTube にたくさんアップされてますので、それをご覧いただくと結構面白い内容もあるんですけれども、今は最近拝見したんですけど、最近はなんか iPad のところに指差し棒みたいなのがもうついてて、それでこう指ここを言ってるんだよとか言って指差したりとかしてたんですけど、昔はですね画像にそのまま iPad をこう持って、で iPad にですねこう指差し棒を、先生が持ってる指差し棒でそのまま iPad をバン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 叩いて、解説とかね過去問の解説とかをしてたんですけど、その先生ので動画を私はよく見てました。結構はっきり言ってくれるんですよね。で国家試験当日もですね、先生の言うことに結構助けられて、あなたの手応えなんて聞いてませんからと言い方がですねすごい面白くて、私はずっと見ておりました。昔は1000人ぐらい、私が見てた時は1000人ぐらいの登録者だったんですけれども、今はもう3000人なのかな、結構ね3倍ぐらいに増えてて、久しぶりに見たらびっくりしたんですけど、すごい解説も分かりやすくて、まあ、YouTube をご覧になるだけでもすごく価値のあるものだと思いますけれども、そういう先生がいらっしゃいます。ブログもやられてるみたいなので、もしですね受験不安でね、学校の先生の言葉だけでこう信じていいのか分からないっていう私みたいな、ちょっと不安になるような人はですね、そういう外部の先生のお話もちょっと聞いてみると面白いのかなというふうに思います。ということで今日はですね、私が、YouTube ですね、学生の時によく見ていた歯科士国家試験の過去問とかの解説をしてくださるデンタル国試先生のお話についてでした。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。